皆さん、そして動画をご覧の皆様創価学会の方に対しての私の先入観なんですけども特にないんですよねなんかその目の前で突然ねお経を読まれたりとかね、まあ、こんなことされたりとかもあるんですけどもなんかだから好きなミュージシャンの歌を歌ってるのとあんまり変わらないなって感覚で捉えてました何かね、そのお経を読んだり 何か信心をすることによって、まあ、心がね落ち着いていくとか何かこうモヤモヤしたものが晴れていくみたいなことになるってのはお気に入りのアニメソングを歌ってるのとそんなに変わんないですからねお風呂で鼻歌を歌ったりとかねする時もきっと心穏やかになってると思いますしそういう風なねお経を読んでみたりとか御所ってものを思い出した時ってまあやっぱりいろんな意味で心がすっきりするんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、ですんでね 多分、創価学会の方自身が、周りから偏見を受けてるってほど、創価学会じゃない人は創価学会の人に対して偏見を持ってないんで、そこまで気にしてないんじゃないかなと思いますよね。うん。なんか過度にね、なんか迫害されてる意識みたいなのを持って、あの自分たちは世の中から迫害されてるみたいなことを言ったら、いや、誰も気にしてねえってみたいな感じでね、本気で思ったもんですけども。むしろ、何かね、世の中から迫害されたりとか、差別を受けてるっていう風に思い込むことによって、 信心が強くなったりとかしてねなんかそのいわゆる世間一般っていう言い方を私たちのことするんですけどもね特別な存在なんか君たちはと思ったりしたもんですよ。うん、まあ、ね、宗教を信じるのって私は非常にねいいことだとだ思うんですよ、まあ、むしろなかなかね一本の宗教にどっぷりとつかれない自分ってのがいてでも日本は夜空の神といいますかね山には神様がいたりとかお米には神様がいたりとか何かそういったね大自然の力を 神とといいうなうな捉え方をしていたのかなとだから必ずしも人間に似た存在がこう杖をついて降りてくるみたいなの想像せずにねなんかその実体はよくわかんない存在と言っていいのかな、うん、実体があるようなないようなでも存在ははっきりとしたなんか神の声というかね仏の心とかねそういったものはなんか宿ってるような気がしますねだから人が見てないとこでもああでも神様が見てるかもしんないしなーっていうことでまああの お地蔵さんのね、供え物からもまんじゅうお饅頭を盗んだりしないようにしたりとかね <laughs> まあそんな気持ちが本当の新人なのかななかと思いますよね、うん。だから誰かにルールを決められてこうしなければならないってものを丸暗記してそれに忠実だっていう自分に酔うのとはまた違ってね、うん、これはさすがに迷惑するだろうとかこれはちょっと自分の正義が許さないなと思えば、うん、やっぱりこう人が見てる見てないじゃなくて自分の心が許さないっていうかね、うん、誰が見ていなくても自分が見ているみたいな。 そんなところに気持ちを戻すことができるのかなと思います。まああくだらないこと言いましたけども <laughs>、うん、そんな感じです。総学会の方だからこれからもねいろいろとリサーチしていきたいと思いますね。はい、じゃあ総学会の方へメッセージになったかな <laughs> 失礼します。<laughs>